まず現在の感想で、まあ自分なりに一つ一つ、まあ、積み重ねていったつもりではあるんですけれど、まあそのそうですね、なかったことについてはまあうん、まあ自分ではいい、はい、まあいい結果が出せて、まあ良かったなと思います。まあ、シリーズの内容についてはそうですね、いろいろ、まあ、大変な勝利が多くある中で、まあ、良くない点もあったと思うんですけど、まあ、今の自分の実力からすれば、まあ、力を出せたのかなというふうに思います。2局目の、まあ、詰めを逃されてというのがあるんですけど、あれはやはり今期7番勝負で一つポイントだったでしょうか。まあ、流れというよりもやっぱり一局一局が、まあ、非常にその一つ一つが、まあ大変な勝負なので、まあそうですね、これが、まあ、それが全てということはないのかなという気がしています。はい、3、4局は、まあ、作戦勝ちから快勝だったような印象を受けるんですけど、あ、はい、いやでも、あんまりそうですね、そこまで手応えを感じながら指しているという感じでもなかったです。はい、実力制になってから13人目の名人ということですか。その名人という響きについてはいかがでしょうか。そういう立場になるということですか。まだ本当に終わったばっかりなので、実感が全然湧かないんですけれども、まあ、本当に、まあ、歴代その、まあ、偉大な先生方が連ねられているので、まあ、自分もそういった先生方にまあ少しでも、まあ、プロスタートにして近づけて いければなというふうに思っています。まあ、終わったばっかりで恐縮ですけれども、まあ、その名人としてこれからどうありたいとか、どう頑張りたいというのがあります。もちろんその大きな意味のある立場だと思うんですけれども、まあ、ただそうです、ね、やっぱり自分らしくといいますか、その挑戦する気持ちを、まあ、忘れずに、はい、これからもどんどんチャレンジしていけたらなというふうに思っています。ありがとうございます。5局通じてちょっと まあ、あまり調子が出なかったような印象を受けるんですけれども、で中盤以降は特になんか、はい、あんまり内容も良くなかったので、はい、まあ、この結果は致し方ないかなというところですね。はい、まあ、今回はかなり年下の挑戦者を迎えたということで、何か違ったことみたいなのはあるんでしょうか。まあ、気持ちとしてはそうですね、そんなになんか特別変わったということは、はい、なかったです。今後に向けてその課題というか、そういうものをちょっと感じたところみたいなのありますか。まあ、なんかやっぱり細かいところでの、考えというか読みというか、まあ、そういうのをちょっとしっかりしなきゃいけないなということは思いました。若い世代の挑戦を各国棋戦で受けたりするんですけれども、何かやっぱりちょっと違ったところみたいなのがあるんでしょうか。いや、まあそうですね、まあ、まあ、普通にはい、みんな強いので、はい、まあ、それは、はい、毎回そういう手応えを感じてます。はい、佐藤さんの印象みたいなのはいかがですか。いや、まあ、非常に、ね、バランスよく力強く刺されていたと思います。